ていう気がする。よいしょ、 OK な気がするぞ。よし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 、これにて完了です。私の今日までのお仕事、お仕事ではないでも今日までの、そう、達成しなきゃいけないこと歌だねしてました。おはようございますそう、あとはもう、もうあとはもう私にすることはないですもうあとは私にすることはないですね。サマーグッズ、あ、ありがとうございますね。かわいいよねサマーグッズ、あれお気に入りなのさね。お疲れ様です。そう、毎年恒例の、もうでもまだまだなんだけどっていうグッズを考えてました。ゴールデンウィークね、終わっちゃったね。どうでした、みんなのゴールデンウィークは。楽しかったですか。楽しかった、どうでした、グッドな日でしたか今日スーパー行って柏餅見つけたけど買わなかったよね柏餅は一応見つけたけどね。今日仕事始めだったの。キャー、お疲れ様、お疲れんごー。前半3回公演入った、いいね、公演入れて。2日は仕事だった。連休まあまあでしたか。まあ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 、いいじゃないかね2日間公演にして、そう、10連休、この中にもしかして10連休した人いるのかな。昨日会えて、いやーよかった、ありがたいうちのパジだらそれはハッピーだよね。楽しかった、よかったね、天気良くてよかったね。なんか全国的に天気が良かった気がするね。そんな気がする。どこへ毎日するから5連休が待っている。すごいね、もうもう連休だね雨の動物ね、雨の動物園、うんね、いいね。10連休した人いるのかな、どうなんだろう。もうね、明日仕事行きたくない病発生するよね発狂行きたくないよ、大発狂じゃない明日まあ確かにこのね、ゴールデンウィークが、ゴールデンウィークが終わってしまったらしばらくね連休はないですね。頑張りましょうね。カレンダーの11連休でした。それ耐えられる、明日から頑張れるの、明日から。私そんな10連休したら明日から頑張れる自信ないかもよ、わかんない、やったことないからわかんないけど、もし学校だったら頑張れないいやでも学校な、わかんない、学校も10連休あるか、やるけど、あるけどなんか結局部活してとかじゃないね。そうだもんね7月まで3連休ないみたい。あら、それは大変ね、なんかさ、少しずつさ、ウォーミングアップしていかないとダメじゃないね。10回もね休んだらちょっと半日から始めてちょくちょく体を慣れさせていかないと厳しいよね。できないよってなっちゃうよね、やめてくれってね、通う。確かに確かに、そんな感じですね。私さ、秋にさ、なんで秋に3連休がいっぱいあるんですか、教えて教えて。わからない、あ、ごめん、私が手でめっちゃ押さえてた。なんで、ちょっと待ってね、なんでそんなさ、秋に3連休がいっぱいあるの、教えて、何があるの、秋、秋に何があるかだけ教えて。よいしょ、シルバーウィークとさ、ちょっとすげえ曇ってる、私の私が言ってうんって言ったからさ、こうなっちゃった。シルバーウィークとゴールデンウィークは何が違うの。シルバーウィークってさ、ゴールデンウィークの豪華バージョンじゃないの、違った、もう何も連休わかんない連休初心者マークでも貼っとこう
月が違うんだ、シルバーウィークと。あ、そうなんだ、シルバーウィークとゴールデンウィークって、ね、一緒の人だと思ってた私。一緒の人でその連休の長さによって名前が変わるよと思ってた。長ければゴールデンだし、短ければシルバーだよだと思ってた。違うんだ、別人なんだ。そう、てっきりそう思ってたのさ。そうなんだね、同一人物じゃないんだ。シルバーウィーク、9月、じゃ9月にシルバーウィークがあるの。シルバーウィークって何連休なの。秋。基本的にシルバーウィークって何連休なんだろう。なんかね、どんぐらいの連休？ 3? 3だ、3連休？ 9 月に3連休。ああなるほどなるほどなるほど。でも3連休でさ、ウィークとかあんま言わないでほしいかもしれない。ゴールデンウィークはもうさ、ゴールデンウィークじゃん、もうなんかすっごいゴールデンウィークって感じするじゃん。連休だって10連休とかになっちゃうんだよ。3連休でさ、ウィークってね。怒ってる。あ、でも、まあ、そっか、2週間連続で3連休か、まあ、難しいね。ね、だってね、3だよ、7日中の3だよ。なんか7日中の4だったら言っていいと思う。そう、7日中の4日連休す、1週間って7日じゃん。7日中4日間連休ですとかだったらもうそれ半分、半数いってるから。連休増やすっていうね。怖い怖い。確かに学生はね、連休ね、連休は宿題が増えたりするからね、大変だよね。ね、デイズね、そう、ウィークじゃなくてデイズね。それはちょっと思った。なんかもうちょっとね、長いのかと思いきや、意外とでしたね、シルバーさんは。まあ、シルバーですからね。ゴールデンじゃないから。ゴールドじゃないから、さすがにね、そこはよく、なんだろう、ね、欲を出しすぎちゃいけないね。そう、控えめに行かなきゃ、謙虚に行かなきゃいけません、ね、そこは。ゴールデンなんで、ゴールデンじゃないから。3Ds。 9月に4日。ああ、そういうこと。あ、でも確かに9月も10連休作っちゃおうと思ったら作れるんだ、有給が設定うまくいく人は。すごいね、いいね。じゃあもう予定立てるの結構、なんだろう、なんか楽しそうだね。だってもうなんかパズル組み立てるみたいじゃない。ここに有給を取ったらみたいな。そんなウキウキでもないのかな。まあでもさ、固定にさ、休みがある人は休みがその固定である人でいいですよね。なんかもう決まってたらさ、ここ休みだから、なんか旅行行こうとか、今映画行こうと思ったけど、まあ映画もいいけどね、旅行行こうとか前々からさね、予定立てられて。そっか、毎月シフトを作る人もいるのか、自分で。わあ、それもね、パズルみたいだね。なんかそれがさ、めっちゃかっちりうまくいったら超楽しいね。じゃあ毎月ちょっと、あの日はあれに行きたいから、ここは働いて、ここは休もうとか考えてる人もいると思うとね、すごいね、楽しそうだね。パズル組み立ててるみたい。でもそれがちょっと一個うまくいかなかったらちょっとストレスになっちゃいそうだから、クッ。ね、自分でさ、そう、自分がなんか ね自分で決めてるからこそさ、あんまりうまくいかなかったら。
そっか、希望級とか、うわー大変だね。そういうこと大変だね。みんな忙い、みんな大変だ、すごいね。ねえ、やったことないけど、なんかね、大学のさ授業とかもそんな感じでさ、自分でさ選択していかないといけないわけじゃないですかね。なんかそういう経験をしたことがないからね、すっげーすごいね。みんな1ヶ月の予定がわかるってことでしょ、その希望、なんかシフトを組んでしまったらさ、1ヶ月も休みの日は置いといて、この日は何時から何時仕事でっていうのが1ヶ月ピョンってわかるわけでしょ。フォレストさん、ありがとうございますね。でもそれするにはね、自分でちゃんとね考えて、1ヶ月先までさ頑張ってさ考えてさ、この日は何をするから早めに帰りたいしとかね、考えないといけないんだよね。ふぇー大変だけど、なんか大変だね。いや大変な分、先の予定分かるのいいね。大学は、うん、なんかキャンパスライフを過ごしてみたい。分かんない、私の想像するキャンパスライフってアニメとか漫画とかドラマの中のキャンパスライフだから、現実がどうか分かんないけど、そうキャンパスライフを過ごしてみたいですね。すごいね、みんな。いいし、してないです。すいません。シラフです。ごめんなさい。今日水しか飲んでないです。あんなキラキラしてないの？ねえ、なんかあとなんか大学の食堂とか行ってみたい。憧れ。でも食堂がない大学もあったりするのかな、大学によるのかな。友達ね、友達そう作った、でも大学友達ね、学食食堂ね行ってみたい。そう、なんか大学の食堂って一般の方も使えるって聞いたことがあるけど、なんかさすがにそう、なんだろう、さすがにちょっと入る勇気がないというか、そうなんかどうせわかんないじゃん、わかんないけどさ、そのさ、どうせ私がさ、大学っていろんな人が行っていろんな学科があるからさね、私がその大学の人か人かじゃないかみたいなさ、周りからしたらわからないけどさ、なんかちょっとねキャーってなっちゃう。そう、絶対わかんない、絶対さわからないんだけど、でもなんかねキャーってちょっとソワソワしちゃうかもしれないけど、行ってみたい。あ、でも友達行ってたわ、他の大学の学食行ったって、その友達についていけばいいわけが。1505日ありがとうございます。1505ありがとう。そういえば友達が言ってましたわ、大学に行ってるお友達が、そう友達と違う学校の学食行ったんだ、そう行ってきたのって言ってて、そうなんかそううちと違ってねって言ってその学食について教えてもらったの。あ、じゃあランキング胸、ね、ごめんね短くなって。13位イーさんありがとうございます。12位マサアキさんありがとうございます。11位パパさんありがとうございます。9位リョータくんありがとうございます。違う、10位リョータくんありがとうございます。9位タダタンタンさんありがとうございます。8位ハルミさんありがとうございます。7位タダのさかなさんありがとうございます。6位バウチさんありがとうございます。5位ミスターホワイトさんありがとうございます。4位たっちゃんありがとうございます。3位ルルルンさんありがとうございます。
2位マキーシャさん、ありがとうございます。1位天球さん、ありがとうございます。皆様見てくださり聞いてくださりありがとうございました。それではおやすみなさい、また明日ね。いいね、学食行ってみたい。でも緊張する話が戻った。でもやっぱ緊張するわ